平野ノ仕様の新たな一面、彼の髪でできた平野玉が話題沸騰直接の交流って本当に素晴らしいことだよね、と微笑みながらそう語った。特に注目していたのは日本テレビの番組、デーデーで披露された平野くんの髪の毛で作った平野玉の作り方。これまで触れられていなかった創造性に富んだアイデアに驚きと楽しさが混じり合っていました。 平野くんのアンバサダーとしての姿勢も素晴らしいが、彼が身振り手振りで話す様子も好感が持てる。情報番組で彼の姿を見られることは、視聴者にとっても喜ばしい瞬間だ。紫輝くん、おめでとうございます。y v s l a u r e n t 様とのアンバサダー契約、そして LOUISVUITTON 様とのパートナー契約。これはもう、彼を見逃すことはできない存在になったと言えるだろう。 彼の将来がますます輝くことを期待しています。ナンバー、愛の3人にも素敵な仕事の機会が訪れますように、転職についての考え方も変わってきた。新しい職場でも自身の魅力を活かしてさらなるステップアップが可能だ。様々な意見がある中で社会的に成功した転職の一例として芸能人もこの選択を検討する権利があることは素晴らしい。業界全体が干されるリスクから解放され、 これからはより良い環境が整うことを期待したい。行ってみたい国、アイスランド。これがヒラノ市の第一声だ。海外メディアの注目を集めつつも、彼の自然な言動は変わらない。狙っているのかどうかわからない独特の発言はいつも私たちを驚かせてくれる。彼の安定感が最高だ。テレビやネットニュースでの露出に喜びを感じる。たゆまぬ努力の姿勢に引き込まれる。ヒラノさんが出演する CM を見て、 これまで手に取ったことのなかったエブサンローランを購入したことも嬉しい瞬間だ。気分が一気に華やかになり、内面からも変化が広がる感覚に包まれる。容姿だけでなく、彼のんの奥深さが魅力的だ。そのため、一度ハマると抜け出せなくなるのは納得。ボートのダンス動画を見て、海外でもファンが増えていることにも興奮する。アンバサダーとしての活動で、これからもファンは増え続けることだろう。すごいなぁ。 旧ジャニーズを辞めてこんなに早く活躍するなんて、ただただ素晴らしい。今後が楽しみで仕方がないよね。平野潮君の声とダンスには何か特別な色気が漂っている。2024年、彼の抱負は挑戦。世界への挑戦が本格化しています。これからも頑張ってね。ルイ・ヴィトンは気軽に手に入れることが難しいけれど、イヴ・サン・ローランのルージュなら頑張れば手に入るかもしれない。アンバサダーの影響力は計り知れない。